はい、またまたまたお会いしました。さあいかがお過ごしでいらっしゃいますか。はい、私ね、淀川長春でございます。さあ今日は私嬉しいのね、この作品ご紹介するの嬉しいのね。はい、嬉しい時ね、眉毛ピク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 動くんですよ。さあよくご覧なさい、これね手動式なんですよ。ピクピクピク、ハハ面白いね。さあ笑ってる場合じゃありません。さあ今日ご案内するのはね、麻雀放浪記2020なんです。2020って一体何でしょうかね。はい、2020というのはね、2020年っていうことなんですので、ね、さあ来年の日本は一体どうなっているんでしょうか。そのこの映画はね、戦争が起こって東京五輪が中止になっているんですのね。さあ嘘みたいでしょう。でも思い出してくださいね、おととしの暮れにテボドンがどん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 まあ飛んできたでしょう。飛んできました、怖いテボドン、テボドン。はい、今はねトランプとキム・ジョンウン仲がいいふりをしております。もし戦争になったら五輪は中止になりますね。さあこの作品設定も内容も全部危ないんですの、怖いですね、怖いですね。いろいろ世間もね騒がせております。恐ろしいですね。平成最後の4月5日公演なんですの。さあ劇場に早く行ってみてくださいね。早く見ないとね見られなくなりますよ。さあそれではゆっくりと劇場でご覧なさい。またお会いしましょう。さよなら、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 さよなら。まあ、疲れました。悪いね、悪いね、デートリッヒ。財産の全てをかけて、時には肉体も命も投げ出す。たとえ破滅しても、心臓が破裂するような、博打の時間の中に生きられればそれでいい。11月5日のあの日、俺は命を懸けた勝負に向かった。明日は雨かな。イカ様だろ、仕込みやがったなこの野郎。イカ様とインチキは違う。ここはどこだ。全自動麻雀卓初めて。なんか誰か入ってんのか。この人何のキャラクターですか。金かけねえで麻雀するやつがどこにいんだよ。麻雀五輪にふさわしいものを用意しろ。もっと強いやつと麻雀が来てみんながハッピーになる。勝負しねえで生きるやつにできることはな、長生きだけだ。むしゃぶるいしてんだよ。